オスロ共同ノルディックスキー W 配布合は9日オスロで行われ男子個人第19戦の山本亮太は22位だった前半飛躍 HS134m で 120.5m にとどまって14位と出遅れ後半距離 10km で順位を落とした渡部暁斗は30位山本裕也は45位木村晃大は51位 ヤール・マグヌス・リーベル、ノルウェーが今季15勝目、通算72勝目をマークした。女子個人第14戦は後半距離、5キロ、を4位で迎えた笠西遥が7位。加西優奈は9位、中村杏樹は12位で続いた。7日に前半飛躍を実施した、イダマリエ・ハーゲン、ノルウェーが今季、通算ともに8勝目を挙げ、初の個人総合優勝を決めた。